さんこんにちは、ぎまです。今日はですね、こういうのを作っていきたいと思います。はい、こういうふうに、なんだろう、 iPhone、スマホのライトに反応するものですね。真っ暗にするとこんな感じで明るいと、こうやって、強い光に反応する、このインタラクティブなものですね。これ割とすぐ、簡単に作れるので、今日はこれを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきます。今回は、ビデオカメラを使うので、パソコンのカメラですね。ビデオインを入れます。はい、で、これでいきましょうね。はい、これでいきます。で、白黒の方が取りやすいので、モノクロをここに入れます。これか。黒方。はい。で、ここから、ライトだけに反応するようにします。なので、レベルを入れてですね、このレベルの、この数値を上げてください。そうすると、こう、真っ暗、結構暗くていいですね。0.6 とかかな。で、これで真っ暗になるんですけど、ここで光を当てると、こうやって光だけに反応するようになります。もうちょっと入ってもいいかな。分けた。0.28 ぐらいにしましょうかね。これぐらいにします。はい。こういう感じですね。で、動きが反対なので、これを反対にしておきます。どうかな？ここですね。はい。でも、ここまでできればもう半分が出来上がったようなものですね。あと、これに色を付け加えていくだけですね。はい。じゃあ、今回色は、ですね。これを真っ赤にしといて、で、CV これを、使いました。で、どこだったっけ、こっちか。これでこうやって色が変わるので、どれぐらいか、赤から赤で、360/0でいきましょうかね。はい。なので、自動的にこれはね、こうやって動いてほしいので、自動的に動くように、します。どうしようかな。ループを、これいきましょうかね。はい。こんな感じで、スピードが速いので、ちょっと遅くしましょうかね。これぐらいかな。はい。で、これは数値はでも小さいので、この数値を大きくしていきます。これですね。これが今-1.1なので、-1.1 の値を、-360 から、これは0の値にしようと。はい、こういう感じでやっていきましょう。で、これをここに入れます。はい、そうするとこうやって色が変わります。ちょっと早いかな。ちょっとゆっくり。これぐらいゆっくりだと遅すぎる。遅すぎるかな。0.3 ぐらい。ね、これぐらいのスピードにしましょうか。はい。で、これを一つにつなぎます。はい。これを使って、よいしょ。はい。あ、そうか。色が出てないから、こういうふうに。ライト。はい。こういう感じですね、今。はい。こうやって合体しています。で、これの解像度がちょっと小さいので、これを大きくしましょう。これ。解像
こうか。はい、これで解像度も普通の大きさですね。128×720にしています。はい、でこれで色変わるで反応するというところまでいけているので、あとこれをもう少し面白く音がつくようにしましょうかね。はい、これもよく使うやつですね。フィードバックとレーベルを入れて、これは大事にしていきます。はい、はい、で、どうしようかな。音とかにしましょうかね。これいきましょうか。重ねていきます。はい。で、これをつないで、で、これをここにつないで、で、これをここに入れます。はい。こういう感じですね。で、これで光を当てると、こういう感じで後が残るようになるんですけど、少しやっぱ、ずっと音が残っているので、この、オパシティを、ギリギリまでね、いきます。はい、こんな感じですね。そうすると、どんどん消えるんですけど、これちょっと若干なんていうんですかね、白い跡がこうやって残るので、このブラックレベルを少しだけ上げます。そうするとこうやって消えます。はい、で今回は、もうちょっとゆっくり消えてほしいので、これですね、この跡がもうちょっとゆっくり消えてほしかったので、これを、もう一個追加します。こういう感じですね。で、これか、これはこれじゃなくて、で、これもう一回ハートを追加して重ねていきます。はい、感じですね。で、これをこちらで、はい、こういう感じにしています。そうするともうちょっと跡が残る、こういう感じですね。はい、これ別に一つでもいいんですけど、まあ好みによってですかね。今回こうやってゆっくり、よりゆっくり消えるようにしています。はい、で、もうちょっとこう、なんていうんですかね、光り輝くような感じにしたかったので、今回は、グローをかけていきます。アートを追加して、同じような感じですね。で、で、ここを、ちょっとぼやっとさせて、それをこの窓に追加すると、こうやって光っている、輝いているような、こういう感じになります。はい、もうこれで完成ですね。結構ね、簡単にこうやってスマホで遊べるもの、携帯ライトとか遊べるインタラクティブなものが作れます。で、これで、まあ、これ動きに反応しているわけではないので、真っ暗にすれば、消える。なので、部屋は少し暗い方がいいですね。軽くすると、明るければこれもずっとこのままですね。はい、これで完成です。はい、では最後までありがとうございました。